さあ、始まりました。むちつチャンネルです。さあ、やっていきましょう。今年もですね。はい、大学入試の問題の公表ですね。はい、2024年、関西学院大学2月1日の全学部入試の問題やっていきたいと思います。はい、もう3時半でございます。ただいまですね。はい、もうたくさん飲んで酔っ払ってきた後に3時から問題解くっていうですね。はい、とてつもないスケジュールでございますが、まあ問題としては、非常に優しい基礎的な問題ですね。はい、基礎問題がまあ並んでるという感じでした。まあ、ただね、ヨゼミの答えが1個ね、間違ってると思うんでね。まあ、間違えんだなと思って、もし、ね、ヨゼミの答えが合っていたらとてつもない難問ですけど、まあ多分間違ってると思います。はい、では行きたいと思いますね。まずまあ文法語法からいきましょう。多分ね、皆さん見てもわかるし、あとは役立つと思いますので、他のところ受ける人もね、はい、見ていきます。最初ですね。はい、 For academics, the recognition they gain by advancing knowledge in their field なんとか insufficient っていうのは、これも明らかに文の構造ですね。はい、構文取れるか英文解釈の問題です。 The for academics が前置詞説明して切って、 theレコグニッションが S ですね。で、they gain by advancing knowledge in their field っていうのが、これが関係詞の塊でかかるので、動詞がありません。で、主語はレコグニッションなので、is が正解。はい、次、urban development is often なんとか the natural environment, replacing green fields with concrete jungles っていう風に書いてあって、都会だったり都市の開発っていうのは、自然の環境っていうのを犠牲にする at the cost of ですね。はい、A が正解。次、The mind forgets so much of what happened today, but なんとか The memory of our childhood so clear and bright. 面白いね、これね。構造が分かんなくても答えは出るでしょうね。今日起こったことのたくさんのものを忘れちゃうけど、昔のそのメモリーっていうのをクリアでブライトな状態で持ってるよっていうですね、そのまま保ってるっていう意味で、hold を選ぶのは簡単でしょう。正しいの holds が正解ですね。まあだから一応文型的には hold the memory clear and bright ですね。O を C のままにしておくっていう SVOC を問うたのかもしれないけど、そんなの分かんなくても holds the memory っていうので解けちゃうでしょう。はい、次4。He insisted that his presence there なんとか secret evenAfter his departure. 出発した後でも秘密のままにしておけよですね。 Should remain が正解です。はい、仮定法現在とかって言われるやつですね。 There remain secret っていう風になる。原型だったら難しいと思うけど、今回 Should 来てるんでね、はい、There should remain secret っていう風にすれば大丈夫です。はい、仮定法現在に関しては昨日動画出てますから、皆さん、はい、ちゃんと見て復習しておいてください。はい、次、These parks なんとか were once sites of battle are now places of common ground ですね。はい、主語がないですから関係詞の which を入れればそれで正解。はい、関係詞間違えたって人はちゃんと関係詞の動画も出てますね、見といてください。はい、次、The youth have a critical role to play なんとか promoting the development and the prosperity of the region ですね。はい、これまあよく出てくるパターンですね。要素の分離ですね。だからこれ to play が後ろからかかっているので、 the play a role in ing の形ですね。はい、その role の部分が前に出てるので気がつきづらい。 The player role in の構文だっていう風に気づけたかどうかですね。こうするのに critical とか重大な役割を果たすと、その場所の発展と繁栄に、繁栄を促進する大きな役割を担っているよってことです。While the music was playing, I kept my eyes closed. はい、これはもうめちゃめちゃ大事ですね。Because I wanted to concentrate on the beautiful sound. ということで、はい、やりました。これも keep eyes closed.です。これは、分子のところですね。でやってます。はい、これも分子の動画出てます。全部やったやつだからね。まあみんなね、見ていかないよね。基礎ですよ、これ。そう、基礎英文法で出てくるやつですからね。次。In my opinion, purple is a なんとか better color for this room than blue. はい、ブルーよりも紫の方がずっといいですね。ファーベターですね。はい、これ絶対モアとか選んじゃダメですね。だからマッチとかファーが正解になるやつです。来週。比較の動画出ます。 All of a sudden 突然 A puppy showed up in front of him out of なんとかですね。はい、突然子犬が出てきた。 Out of nowhere ですね。どこからともなくいきなり出てきたとかっていう時に使います。 Out of nowhere と In the middle of nowhere ですね。はい、これ覚えておいてください。次、 Although they spent many years in trying to develop their mutual understanding, the two nations ended upIn a war ですね。はい、end up 何々ってやつです。これ end up ing が有名ですけど、 ing だけではありません。方語だったりとか前置詞だったりとかが来ることもあります。結局戦争になっちゃったと。はいね、お互いのねその理解っていうのを育もうと頑張ったんだけどね、何年間もねスペンド時間 ing です。はい、結局ダメだった。はい、残念です。はい、続いて並べ替えいきましょうか。私は10年の家庭菜園の経験からトマト栽培のコツを学んだ。10なんとか The Secrets of Growing Tomatoes って書いてあるから、10年だから10 years of experience って何の経験かって言ったら in home gardening で、それが
taught me the secrets of growing tomatoes ですね。はい、っていう風に、第4文型使えば OK です。まあ、全然だって見ないでこれ問題だけしか載ってないですけど、それで全然解けます。書く必要すらないレベルの問題です。まあ無生物症候群ってやつです。次、戦時下の生活において情報がいかに統制されていたか思い出すことは役に立つだろう。そうなんだ。はい、it から来てるので、役に立つだろう。it will be useful でしょうね。で、どうするのが思い出すのか、to recall。何を思い出すのかって言ったら、how information was controlled in a wartime life ですね。はい。これも買った。目標達成のために彼女が相当な努力をしてきたことは間違いない。はい、there is no doubt that。まあ、これ僕のツイッター見ててくださいね。私の日記書いてる訳せっていう日記出てきてるじゃんね。この no doubt とかさ。there is no doubt that she has made a considerable effort to achieve her goals ですね。はい。make an effort to do ですね。簡単でございます、これも。で、considerable っていうのが量とかですね。数が多い、大きい。っていうのを表します。次、その本の出版で私の祖父は世界中の何百万という人々に知られることになった。はい、これも出るパターンですね。とにかくメイクの語文系好きなんだよね、入試って。 The publication of that book ですね、その僕の出版っていうのが made my grandfather known to ですね。はい、 be known to のやつですよ。これ知られることになったって言って、 millions of people ですね。はい、何百万人の人に知られるようになった。彼の話題は次から次へと飛ぶので結局何を言いたいのかわからなかった。As his talk skipped from one topic to another. わかんなかっただから I failed ですね。I failed to do ですね。I failed to understand what he was meaning to say ですね。I failed to do でそれができないっていうのと、あとは mean to do ですね。はい、こうしようとしてるんですね。どれも基礎表現でございました。さあ、続いて会話問題ですね。 Hi Ken, got a minute? ですね。はい、時間あるっていうのでミニットを入れれば OK。 If you want my advice about the assignment で、まあ How about とか What about ですから絶対 How about が正解。 How about going off to the cafeteria and discussing it over coffee ですね。コーヒー飲みながら。 Sorry, I haven't got that much time. そんな時間ない。 But can we talk about it for just a couple of minutes? って言って、Right now でしょうね。今話せる。 OK, how can I help you?どうするっつって、I なんとか、her lesson yesterday. 昨日のレッスン、だから missed ですね。はい。出れなかった。And I heard the students were formed into groups. で、グループに分かれると。Yes, indeed. で、we are なんとか research into different topics って書いてるので、research と相性がいいのが do ですね。はい。do research。なんでこれ動詞もないのにさ、each とかね、選んじゃダメですよ。はい。research into もね、これ問われることあります。I'd like to know which group I belong to. See, but I'm sorry, I was too much occupied with myself and don't なんとか remember. 覚えていないんですよね。だから、not exactly ですね。はい。完全には覚えてないよ。Did you submit your topics? Yes, I submitted them last week. My first choice was, ここですね。My first choice was future of artificial intelligence. Oh, well, then you なんとか with often ですね。I remember him talking about his topic.And his sister can help him. って言って、だから、オーファントだろうですね。must be です。はい、他は意味もわかんないし、時間もめちゃめちゃ、will happen with とか意味わかんない。were done だったらもう終わっちゃってるし。で、why なんとか、why don't you ですよね。why don't you ask him? Oh, is orphan's sister なんとか with artificial intelligence? って言ってるので、be 何々 with なんで、be familiar with ですね。知ってるのよく。で、なんとかなんとかって喋って、let's have lunch some other time でしょうね。これはね、だって今、時間ないって言ってたから。はい、これもできなきゃいけないような表現が並んでるって感じでした。はい、では長文いきましょう。まあ文章は見せらんないですけど、ポイントポイントやっていきますね。最初が let の語文型ですね。 let all your neighbors know っていう原型来てたんで SVOC で、次が as with ですね。はい、ジャイアントストーンズと同じだったようにってやつですね。これも知らなきゃいけない。で、3番がこれが O のちゃんと役割を分かっていないといけないやつですね。誰が誰に何を追うっていうことですけど、owes what to whom になってるやつじゃないといけないからね。なんで答えは C しかないよね。だから I owe you one とかっていう第4文型取れるし、I owe this to you ですね。あなたのおかげですとかっていう時にね、これはあなたのおかげですっていう時に this to you みたいな、やっぱりフレーズで覚えるんですよ。ね、みんなさ、ね、人とかさ、物とかでやっちゃうんだけど、そう、ちゃんとフレーズで覚えておけば簡単です。人とか物でやるからごっちゃになっちゃう。何かなってなっちゃう。4番が、immediately ですね。はい、お金をすぐに使う必要はない。そう、これお金についてのやつでしたから、お金の価値っていうのはよく言われるものですけど、そう、お金はどういうものなのかってね、そう、みんなに共通認識がある何かだからね。B
別に何でもいいわけですよ、それは。で、お金っていうのはすぐに使う必要がない。で、次が、common scale ですね。はい、測りですね。measure が入るかなって僕思ってたんですけど、scale でした。で、次はもう once ですね。もう接続詞の once は超品質。しょっちゅうで、once you leave that casino、カジノ出たらすぐにってですね。そのチップっていうのはお金じゃないよってやつです。次が、kept clear。そのストーンを持ってるオーナーシップっていうのがクリアである。ね、はっきりしてるなんで、unmistakable ですね。で、次は odd strange ですね。これも簡単ですね。back it up。まあ、サポートするわけですけど、もう保証されてるってことね。そのお金として持ってるものの価値っていうのが保証されてる。まあ、これ文脈でわかります。で、medium は means ですね。手段って意味でした。まあ、これは文脈でも知識でもどっちでもいけるかなと思った。はい、次が money is a blessing that is of no advantage to us except when we part with it。 これもわかんなくても大丈夫です。意味がわからなくてもちゃんと文脈でわかります。お金を使う時だけしか useful じゃないよっていう C が正解。 The part with ね、こうやって渡すとか手放すとかってね、知らなくたって全然答え出せます。で、This part of the definition does not imply that money must be a perfect store of value ですね。これもだからわかんなくてもいいです。文脈でちゃんといける。お金っていうのはいつでも価値が変わらないわけじゃないよ。インフレとかね、デフレとかで価値変わっちゃうからね。だからこれが D ですね。 Money does not always maintain a constant value ですね。はい、価値変わっちゃうよ。内容1が BDH かな、はい、Stones も Gold も動かせない例ですからね。だから C とかさ、動かしちゃってるからね。 A とか C とか動かしてるから矛盾してるよね。お金っていうのは別に動かす必要ないんですよ、物自体を。で、 D がそうですね、ファンクションです。そう、実際に物があるんじゃなくてその役割っていう方が大事だからね、お金は。だから動かさなくていい。で、 H がチップですね。そう、カジノで使ったチップっていうのはそのカジノだかだけで使えるわけで、外出ちゃったら使えないよっていう、はい、お金の価値に関するものでした。次はジャーナリズムですね。はい、ジャーナリズムで一体どうしなきゃいけないのか。Largely unexplored ですね。はい、探求されていないものだから、だから B が not fully surveyed。で、 A2 が view、 見方ですね。だから意見。で、3が an obligation は duty ですね。はい、義務。だからもういけちゃうんだよ、これ知識でどんどん。だから tune into、 これがね、用ゼミが allow for なんだけど、なんで取っておくなの、これが。フォーカスオンでしょ、はい、そこにチューンする、それを見るとかさ、それに耳を傾けるとかでしょ。 by accident、 偶然、 by chance。次、centers of power。これは文脈でいける。で、institutions of authority ですね。これよく言いますね。authority っていうのは権威ですね。パワーを持ってるだっていうふうによく言います。で、次が free press っていうのは自由に自分たちの意見を言えることだから、freedom of speech っていうのが入ってないといけないです。C。で、次、British counterparts ね。それ、これはもう完全文脈ですね。B の方は文脈で解いてねっていうメッセージなんだと思うんですけど、そう、イギリスのその対応するものはそのドイツのジャーナリストだったんで、はい、B ですね。次、It functions。はい、で、だから It が指すのは何って言ってるわけです。だからこれ、ジャーナリズムを指してるので、ジャーナリズム operates、ね。はい。で、内容1は、パッセージの中で言われてたのは、German journalists are reluctant to pay for information です。はい。これは、まあ、離れてたんだけど、そのジャーナリストっていうのと、このお金払いたくないがね。Less happy about paying for information っていうのになるので。で、次は not true ですね。正しくないのは、これ簡単ね。D ですね。In order to survive in modern society, we need to trust well-educated journalists って書いてるけどね。本文中にさ、大事なの well-educated public だって書いてあったからね。しかも最後の方に書いてあったから、すごい簡単だった。はい、3つ目。穴埋め問題ですね。はい、穴埋めと内容1。sleep ですね。睡眠に関して、子供たちがこうね、どんどん寝るのが遅くなっていくっていうのは、これそういうサイクルなんだというか、体がそういう風になってんだよっていう話ですね。それをだから大人も分かってあげなきゃいけない。はい、私もすぐ4時ですよ。最初が、bring the teenager into conflict with ですね。はい、揉めちゃうってやつ。で、次。Stages of development ですね。この発達していく過程ですね。子供が大人になっていく。別にこれは考えられてね、義務です。後ろに目的があるんで、能動体にしたいんですけど、子供たちが unlimited opportunity ですね。オポチュニティを与えられる。その後に接続詞の義務出てきてね、なんかすごい引っ掛けだよな。次は resulting in ですね。はい、result in なんで、これが正解。5番、これが一番むずいかな。despite ですね。完全に文脈で分かんないといけないやつです。despite the potential seriousness of these problems、 この問題の重大さっていうのがあるんだけど、adults っていうのがそういった social jet lag っていうのを無視しちゃうよ。dismiss しちゃうって書いてあったね。で、次は recognize that ですね。parents must recognize that ですね。あとで内容1問題 realize に行かれるし。で、次は have a major なんとか on なんで、あ、インパクトとか来るかなと思ったら effect は正解ですね。はい、影響。で、次は、while it is difficult for the delay to be entirely corrected ですね。直されるですね。その、どん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 寝る時間が遅れてっちゃうことを直すのは難しい。もう4時です。昨日は11時に寝たのに。
で内容1、合ってるのが B ですね。Young people's delayed sleep is largely caused by their biological conditions. そう、biological conditions によってなんだよってことです。ね、コンピューターとかテレビなんていうのは、nothing to do は間違ってますね、D のね。ちょっとは影響してるかもしれない。ちょっとは影響しているけど、それが大きいものじゃないよって言ってました。でも一個が parents are advised to realize that or realize に行かれて teenage children are living in a different time zone from that of adults. アダルツとは違うんだよっていうのをちゃんと理解しろっていうふうに言ってました。はい、どうだったでしょうか。受けた皆さんお疲れ様でした。まあ、難しかったのはさ、ゲットディスパイトぐらいかなと思った。悩む人が多いのは、はい、ぜひ受けた方はですね、感想をお聞かせください。まあ、でもやっぱ基礎問題ですね。そう、カンカン同率ってもちろん基礎ができれば合格っていきますからね。ちゃんとね、超高得点でできなかったですって方は、そう、基礎をちゃんとやってない、基礎が足りてないよっていうのを分かってください。まあ、いろいろな基礎が幅広く問われてたっていう感じだと思います。はい、ですね、今後の受験にこれお役立てください。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching.